グレートウェスタン鉄道博物館に展示されるナショナルカラーをまとったインスピレーションブリティッシュスチームカーチャレンジは蒸気自動車による世界記録を樹立したイギリスの組織蒸気自動車による速度記録は1906年にフロリダ州オーモンドビーチでフレッド・メリートの運転で時速 203km の速度記録を樹立1985年8月に ユタ州ソルトレイクでバーバーニコルズエンジニアリング車製蒸気自動車スティーミン・ディーモンが片道のみで往復走行ではなかったので公式記録として公認されなかったものの時速 234.33km を達成するまで79年間にわたって破られることのない不当記録となった1999年にイギリスで 蒸気自動車での最高速度記録を樹立する目的で、ブリティッシュスチームカーチャレンジプロジェクトが発表され、その支援団体として、チームインスピレーションが発足した。同団体が、蒸気動力を搭載するインスピレーションと名付けられた、レコードブレーカーを製作し、自動200マイルを目指す計画であった。ボイラーは、ステンレス製、燃料には LPG を用い 駆動力への変換にはリアークする都同軸に置かれた直径13インチの二段式蒸気タービンが使われ、当初の設計出力は蒸気圧3.45音波で2 2 5ット、1 2 0 0 0 r p m とされ、その後にさらなる高回転化による出力向上が予定されていた。1分間に約 39.7L の水を約摂取399度という高温の 加熱水蒸気に変換し、その蒸気で二段式蒸気タービンを毎分1万3000回転で駆動。そこから取り出された動力は減速ギアを経て、LSD からドライブシャフト、ホイールへと伝達される。車体は、角断面ステンレス交換を用いた、スペースフレーム式車種と炭素繊維複合材の外皮の組み合わせで、蒸気自動車特有のボイラーの周囲は、車熱用のアルミ板で構成される。 チームインスピレーションでは活動資金を得るため一般からチーム会員を募集して入会金50ポンドからのシルバー会員はインスピレーションの記録挑戦の際現地に招待席が用意された。2007年1月11日から14日にバーミンガムで開催されたオートスポーツインターナショナルでインスピレーションの1、4モデルが公開された。 インスピレーションは2009年8月26日にアメリカ合衆国のエドワーズ空軍基地で時速 239km の蒸気自動車による速度記録を樹立し、現在は国立自動車博物館で展示されている。ありがとうございます。